彼らは今くくれない悩みにぶつかり、どうしていいか分からず呆然としている状態です。くくれない悩みって何ですか？どうぞ巡りの手前でくくってみれば狭いね。それは何とくくっていいか、何とくくっていいか。飯塚さん、何とくくっていいか。はい。やっぱ無理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 。さっきの角田君の押し切りを見て、人間人にないことをやるとすごくみっともないんだなって分かったから。 DJ 松永と佐久間信之のくくれないラジオ、曲がり者曲がり者じゃん。うわーすげえ。やっぱり来るんじゃなかった、ここに居場所などなかった。そういう世界で頑張ってる野上くんって尊敬するな。ちょっと待って、今なんて言った？嘘、マジ尊敬って言った？ほら、シルフィの目が全て変わった。 Just the life, just the life, just the life。 今日は松永のためにコント書いてきたから。お前が犯人なんだろ。俺じゃない。あんた一体何者だ？オードリー春日俊明。ババ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 なんてあなたなの？被害者よ。ネガティブな言葉に変えてしまう。チューニングしてくださいよ。ハイボールです。あ、すいません、番組パーソナリティをやめる。カレーの痺れから。やめる。悩んできたんです。グッドガイと呼びます。いや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 、君の人生を変える手伝いをさせてほしい。